皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。2月14日金曜日ランチタイム、皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。我々はですね、この鳥越から、鳥越神社の美しい緑を見ながらリニューアルした、JSBA プレゼンツ下流経営熱い社長のホットなランチタイムということでお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、そしてですね、前月、まあ、3月の時とちょっとこうねメンバーが違うわけですけれども、私がですねこう MC を担当することになりました。改めまして、JSBA 副理事を務めております前山と申します。そして、今回からサブ MC で、登場していただきます、黒木さんです。自己紹介をお願いいたします。同じく JSBA で、理事をしております黒木と申します。よろしくお願いいたします。理事長からいきなりラジオで振られてこう出演をこう把握するという衝撃的なあの感じだったんですが、今日は楽しんでやりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。黒木さん、趣味は何なんですか？趣味はそうですね、いくつかありますが、スポーツ観戦、あと社長と同じように歴史も結構好きでして、歴史、はい、あとはちょっとトリッキーなところだと自転車が好きです。はい、あ、はい、いいですね、はい、今日もいろいろ話題がいきそうな感じですが、ちゃんと本能からずれないようにしながら、でも楽しみながら進めていければなというふうに思っております。はい、で、この JSBA プレゼンツ、下流経営ラジオ版ということで、まあ、厚井社長のホットなランチタイムということでお届けしているわけですけれども、まあ、JSBA ではですね、中小企業のスマートビジネスをまあ推進するということで、日本に数多くある中小企業の皆さん、社長さん含めて、企業さんに元気になっていただきたいということで、まあ、その価値を高めて、日本全体の価値も高めていきたいと、まあ、そんな思いで、この番組させていただいております。この番組を通じて一人でも多くな、中小企業の社長さんであったり、そういった企業さんがね、出てきてくれるようになってほしいなという思いを乗せてお届けしております。そしてですね、本日のゲストをご紹介したいと思います。はい、今日の、ニューニューアル版の第1回目のゲストで来てくださいましたのは、株式会社ニューズテック、代表取締役 CEO の淡津浜和さんでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。淡津です。お願いします。はい、ということでですね、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。僕の出演が黒木さんのデビュー戦ということで、逆に僕がちょっと緊張しますいや、すいません、なんか緊張させてしまいまして申し訳ございません。そんなつもりないんですけど、楽しんでやりましょう。はい、そうですね、はい、今日は3人楽しんで進めていきたいと思います。はい、じゃあちょっともうなんかいろいろ淡津社長のことをですね、私紹介したくてたまらないんですけども、うん、ちょっとグッと抑えて、きちんとまずはですね、会社の紹介からね始めていきたいなと思います。それではですね、まずちょっと株式会社ニューズドテックさんの資料をねちょっとお出ししていただきたいと思いますので、ちょっとサイトの方を移していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあここからちょっとご紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、2009年にですね、創業しまして、モバイル、スマートフォン、タブレット、そしてまあ IoT のデバイスとも含めたモバイルによって、起きるさまざまな不便をなくすことを使命として掲げている会社です。まあ、どんな不便をなくすか、例えばスマートフォンの使い方がとか、あと料金が高い、端末の料金が高いとか、月額の料金を減らしたいとかですね、あとはまあ、不便というところで皆さんもあれだと思うんですけど、つながらないとか、なんか急にバッテリーが落ちたとかですね、そういうところの不便も日本だけじゃなくて世界の方の不便をなくしていきたいなというふうに思ってます。日本だけではなく、はい、もう世界を見せてらっしゃるわけですね。はい、そうですね。将来的には世界で3000億円の会社にしたいなと、グローバルカンパニーにしたいなと思ってまして、確かにスマホっていうと、はい、いろんな国でもこう、ね、必需品なので、そういう意味でいくと、ね、グローバルと相性がめちゃくちゃいいかもしれないですね。そうですね。そうですね、もう使っていない方はいないんじゃないかというぐらい、本当に市場が広がっていますし、はい、そうですね、世界のですね、新品のモバイル、いわゆるそのスマートフォン、タブレットの市場規模は40兆円。はい、で、足元で中古のですね、はい、スマホ、タブレットの市場が、まあ、日本国内も含めて6兆円が7兆円と言われています。なるほど。なんでこれがさらに拡大していくというふうに言われてますんで、まだまだ、はい、
まあ、デバイスとデバイスを通したサービスを展開していきたいと。はい、はい、伸びしろがいっぱいですね。伸びしろがありますね。そうですね。この本当にモバイルによって起きる不便をなくすっていう言葉が、はいはい、ちょっとこうモバイルっていうとね、そう簡単なイメージがすごく、はい、便利便利ってなりますけど、うん、まあ、実際には確かに不便なこともたくさんあるので、はい、まあ、それをこう解決するっていうイメージがとてもいいコピーだなっていうふうに思って見ておりましたけれども、そうですね、はい、そうですか、うん、これ今のそのやられているサービスでもう少し具体的に教えていただいてもいいですか。わ、はい、かりました、はい、事業内容のところを見て、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと下の方に行っていただきまして、3つの事業ドメインのところですかね、はい、まずデバイスライフサポートということで、2009年から創業からですね、皆さんが使ってたスマートフォンとか、まあ、当時ガラケーだったんですけど、うん、を買ってでデータ消去をして、メンテナンスさせていただいて販売する、いわゆるその中古のガラケーとか中古のスマートフォンの販売をメインの、販売、まあ、ビジネスとしてしてきたんですけど、まあ、3年ほど前から、まあ、世の中 DX という、皆さんもすごい考えられていると思うんですけど、うんうんうん、DX という中で私どもの方でその、まあ、デジタルもしくは DX でどういう形のビジネスモデルをした方がいいのかと、うんうん、でまあ、販売という観点でいくと、まあ、参入障壁も低いですし、まあ、他社との差別化もできないので、我が社を選んでもらう理由がほとんどないと、はい、とこなので、じゃあどうしようということで、まあ、顧客にいろんなことをヒアリングしていくと、まあ、先ほど冒頭に話した通りですね、バッテリー劣化すると嫌だとか、あと急に壊れて、例えば出張中に壊れてしまって、現地のショップに行こうとしたけど、ショップやってないと。でもう大変なことになってしまったとかですね、はい、ということがあったので、うん、じゃあ自分でそのスマートフォンが調子悪いかどうか、うん、バッテリーが劣化してないかどうか、はい、検査できるアプリを作ろうと、うん、ということで作ったのがこのスマホカルテというアプリになります、うん、はい、なんかそこの物売りをするところだけじゃなくて、はい、こうお客様の体験をこ うまく高めてこうみたいな観点がものすごいセンスが面白いなっていうふうに思いまして、そうですね、はい、いや解決ちゃんとこう図ってるっていうのがやっぱり実際に困ってる時に本当にこうどうにかしたいっていう思いがあるじゃないですか、うん、でもこう普段忙しい中でまたそれはスーッと過ぎ去ってしまうんですけども、うん、ちゃんとこうそこをこう捉えてもらってこうカルテを入れて分かることによって、はい、じゃあ次どうしようっていうふうなことになってきますよね、うん、そうですね、はい、なのでビジネスモデルを考える上で、はい、まあ、携わとか他の業界のビジネスモデルすごい研究しまして、うん、で参考にさせていただいたのが小松さんのですね、はい、ビジネスモデル、いわゆるその小松さんだと皆さんご存知の通り、ケンキの会社様ですよね、うん、でケンキをまあ販売もしくはレンタルしていく中で、うん、前小橋社長が、そこで、まあ、どのくらい検機が使われているのかとか、うん、でバッテリーがどうなのかとか、うん、で検機だと中古って言っても非常に高いので、うん、買うってなかなか難しいので、はい、そうすると壊れた部品だけを取り出して、はい、でまた他の部品から、部品を作り直してまた中古のものとして再販しているという、いわゆるそのリーマニファクチャリング、リーはRE です、ね、うん、でマニファクチャリングで再製造って意味なんですけど、うん、再製造するっていうビジネスモデルが2008年9年からやられていて、うん、そこがもう全世界で今行っていて、でこの前聞いたらですね、はい、すごい話があったんですけど、うん、例えば、ショベルカーですと、はい、でショベルカーで、まあ、どのくらい稼働してたのか、稼働時間が、まあ1年で1000時間とか、はい、で6年使われてましたとか、そんなレベルじゃなくてですね、うん、じゃあ例えばですけどショベルカーを4トンのショベルカー、はい、取る4ショベルカーがいいのか、うん、1トンがいいのかっていうのは現場で違うわけですよね、はい、でも現場の人ってわからないわけですよ、うん、なぜかっていうと全部縦割りなので、はい、なんで土砂がどんだけ埋まってるかわかんないといけないし、うん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 、土砂をショベルカーで取って、うん、でそれを乗せないといけないトラック、うん、でそれトラックが1トンしかないのに、うん、4トンのショベルカー借りたらバランス悪いですよね意味ないわけです、うん、でそっからその1トンのトラックがどのぐらいの時間かけてまたそこの土砂を運ぶのかっていうところになってくるんで、これ全部つながないといけないってことで、そういうことですね、GPS ドローンをやってやりまして、うん、はい、でドローンどのぐらい土砂があるかっていうのを測定するんですよ。できるんですね、はい、推定をして、じゃあ10トンありますと、はい、でトラックどのぐらい準備されました、うん、いや1トンです、うん、そしたら10回運ばないといけないですね、うんうんうん、
じゃあ10回分だから4トンいらないから、うん、で1トンでいいですと、うん、1トンのやつを貸しますっていう、いやトータルサポートなんですよ、はいはいはい、これがビジネスチャンスなんだなと。だからもう物売り、研究、販売、レンタルからサービスでデータを使ってさらに最適化をして、これがこちらのビジネス側もいいですし、顧客側も大変助かりますね。はい、助かりますね。これが多分本当の DX だと思うので、いや我々は DX を推進する人間として、もう今の社はもっと広めていかないといけないなという思いになりますね。今その小松の社員の方かって思うぐらい、こう競合の競合というか、こうベンチマークする企業様のことを調べられるんだなっていうふうに思ったんですけど、やっぱり事業展開するときにはそういう、こう外からの情報って結構大事にしたりされるんですか。そうですね、僕はむちゃくちゃいろんな本を読んだりとか、話、人の話聞いて、もしビジネスないですかっていろんな社長に聞いて、前山さんとかで聞いて、面白い社長いるとか面白い会社あるってまず調べて、うん、いやこれはとんでもないなと思ったら話に聞いたりとかしますね。どうやってこういきなりこう突撃するんですか。いきなりは無理なんで、ちょっとステを伝ってとかあとなんか、ね、その小松さんレベルだと講演会とか、うん、あと勉強会とかあるんで、うん、そういうところちょっと行ったりとか、うん、やっぱりそうやって出会っていくと、はい、より詳しい情報を知ることができて、そうですね、でそういったこう情報をもとに、はい、ご自身のその、まあ、市場開拓のところも考えていくと、はい、はい、で DX で今一番おすすめの本がありまして、はい、すごく素晴らしい、ちょっと出版社僕忘れちゃったんですけど、あのビヨンドデジタルっていう、ビヨンドデジタル、読みました。はい、あの白い本で、これくらいの本ですよね。あれ大体白いかもしれないですけど、大体白い本ですから。あの DX のコンサルの方か何かが書かれている本ですよね、確か、はい、めちゃくちゃいいさ、ああそうなんですね、コンサルのやつも載ってますよ、はい、そうですよね、はい、あのなんかこう、なんかうまく出口を作って、うん、それをこう、はい、出口をつなげるのにうまくデジタルを使おうみたいな、はい、今できてますね、そうです、素晴らしい、出してくださった、はい、ありがとうございます、はいはいはい、ポール・レイワンド、はい、これ著者か、そうですね、はい、DX のその先へとか、はい、そうですね、データを例えば僕たちの例で、はい、スマホカルテで皆さん その、はい、例えばセンサー情報とかバッテリーの情報を集めましたと、はい、それを何に使うのか、うん、でデジタルを超えるっていうのがビヨンドデジタルですね、うん、どういうビジネスモデルをそれで組んでいくかっていう、はい、これ参考になりますね、そうですね、最適化っていう言葉もすごくキーワードかなって思います、うんうん、そうですね、それでこ その業界全体をより活性化しますし、うん、その差別化ですよね、はい、よりやっぱり差別化ですね、もう自社でしかできないのは何なのかという、はい、うん、はい、もうそういったものがまだまだそのアプリ以外にもありそうですよね、そうですね、あ、じゃあ事業内容は一度って、はい、あと2つですね、そうですね、まだありますね、はいはい、まだ0-1です、ね、まだあるなと思って、大丈夫ですか、終わりますよね、大丈夫です、大丈夫です、行きましょう、はい、で2つ目があのトリスマというのでありまして、うん、もうちょっと下ですね、うん、はい、でさっきのスマホカルテの延長上なんですけど、はい、まあ、急に壊れた場合とかっていうのが、うん、あの端末代金が高いので、うん、じゃあもう月額で、いただいて、で壊れる前にスマホカルテ内の情報をキャッチして、うん、NG が出たら交換するっていう、いわゆるその故障前交換という、はい、完全に交渉する前に交換するっていうサービスがこのトリスマです、はい、ありがたいですね、はい、つまり困ることは減るわけですね、ちゃんと見てくれてるわけですから、はいはい、で今ちょうどその1個目に説明したスマホカルテってアプリと、はい、この取り替えスマホ保証トリスマとそれぞれの別のサービスで展開したので、はい、これをドッキングしようってことで、はい、新たな新サービスを今作ってまして、あ、はい、もうすぐリリースしますんで、また秘密ですか、あの秘密ではないです。ちょっとおいおい、後ほどね、はい、楽しみにちょっと、はい、いや、はい、このね、あのアプリとこのトリスマと、はい、もうそれぞれ聞いただけでもなんかワクワクする話だったので、うん、ね、それが合体したらちょっとどうなるのか、はい、後で楽しみですね。はい、でまだこの先があるわけです。はい。はい、で3つ目がさっき冒頭にお話した、はい、まあ、中古の改良販売と、はい、いうところになります。はい。今、はい、はい、みんなのスマホって EC サイトが、うん、ありまして、楽天市場にサイトとかっていうところで、うん、まあ、販売して、うん、まあ、EC サイトの売り上げと、うん、あとはあの営業の一般法人の様とか、うん、あとまあ海外の方にちょっと輸出したりとかしてて、うん、はい、まあ、売上率的には法人の方が多いんですけど、うん、はい、
ことですね。うん、主にあの今お客様はこのコンシューマーの方と法人の方と割合はどのくらいなんですか？売上ベースでいくと7対3ぐらいで、コンシューマーの方が少ないですね。はい、法人の方ですね。売上ベースでいくと。今後はどんな風にしていきたいところあるんですか？今後は両方です。両方伸ばして。はい、両方伸ばして。比率はこんな感じで。はい、そうですよ。そうですね。個人のものを会社で使われたり、うん、会社のものを個人で使われてたりってケース、はい、いろいろありますもんね。そうなんです、そうなんです。はい、なのでそこら辺をやっていくのと、あと今後はレンタルも増やしていきたいと思うので。はい、レンタル、いいですね。はい、そうです。これ お伺いしてお答えいただけるかどうかっていうところがあるんですけど、はい、まあ、3つ事業があると思うんですけど、はいはい、これキャッシュポイントっていうか、一番こう、売上なのか利益なのかって大きいところっていうのはどこになるんですか？うん、当然一番最後のご紹介したデバイスの中古の販売のところですね、はい、キャッシュポイントは、はい、でそこから、そこを軸にスマホカルテとかトリスマの新しいサービスをドッキングして、でそこでまた収益を上げていくっていうような形で考えてます。なんかその辺のこうビジネスの作り方がまさに DX だなと思ったんですけど、どうですか？それぞれのサービスが連携し合って相乗効果を生んでいくような感じですね。そこがこう、はい、僕個人的な主観で非常に申し訳ないのと、非常に勉強させていただきたいなと思ったポイントが、こう波の方だとこうデバイスで儲けるって話であれば、いきなりそこの販売でっていう感じだと思うんですけども、なんか外堀からうまく埋めてらっしゃるなっていう感じがして、そこはなんかもうすごい参考になりそうだななんていうふうに思ったんですけど、そうですよね、はい、なんでカスタマージャーニーをすごい考えまして、その僕たち端末買ってもらっていわゆる使う時だけなので、まあ、使う前とか使った後顧客がどんなことをされるのか、使った後は、まあ、使ってる最中もそうですけど、常にその状態が変わるので、まあ、ストレスを感じますし、で実際壊れた時にはショップに行かないといけない、ショップも忙しいのに行けないし、で壊れたら使えないしっていうストレスもあるし、じゃあショップで交換依頼かけたら修理もしくは代替機を借りないといけない、代替機借りるのも操作慣れてないしとか、データ移行はまああんまりされてないんで、またストレスですし、でそれで使い終わったやつを販売するってことがあるんで、もうこの一連のところのサービスを全部展開したいなというふうに思ってます。そうするともうビジネス展開って結構簡単なんですね。もう1点の販売っていうところだけじゃなくて、いわゆるそのカスタマージャーニー全部なんで、上流が下流までっていう。すごいですね、網羅されてますよね。はい、なんていうかこうモバイルがない生活って今我々は考えられないじゃないですか。そのモバイルがある生活の中でこう不便が本当にない、まあ本当にビジョンの通りですね、書いてらっしゃった通りですけれども、こうモバイルライフのトータルサービスみたいな、そんなようなイメージですね。そうそう、おっしゃる通りです。はい、いや素晴らしいですね。そういう風に変えて、変えて、まあ変えてる最中ですね今ね。はい、変えようと思ったきっかけっていうのは何かありますか？きっかけはですね、多分もうずっと思ってたんですよ。はい、で、いつ変えたらいいのかなっていうのと、あとは変えるタイミングっていうのがあると思っていて、そもそもなぜそれを思ったかっていうと、僕は実家が岐阜県の橋間市というところの生まれ で、はい、で家業がありまして、で家業で親父で3代目は毛織物の家業なんですけど、で僕が生まれる前、オイルショックの前とか社員100人ぐらいいて、でもガチャマン産業って聞かれたことあります？知らないです。ガチャマン折り機ですね、食器、これガチャってやると1万儲かるっていうので、めちゃくちゃ儲かったっていう産業だった、日本国内で。でも儲かりすぎて金庫に入らないから、でっかい亀買ってこいって言って、亀水ためる、であん中にも現金入れて、現金をで盗まれちゃうから、地面掘れって言って、地面掘って埋めて隠すっていう。すごいですね、そんな時代が。どこに隠したか忘れちゃって、あどこだっけ、埋蔵金じゃないです、埋蔵金じゃないです、埋蔵金じゃないです、っていうぐらい、はい、まあ、それうち の、 実家だけじゃなくて全国的にそうだったらしいんです、ガチャマン産業って、でもうそのオイルショックで、もう海外の方に行くっていう時代もあり、でも全国的にその、いわゆるその繊維業が衰退をして、僕が生まれる前とか社員一人になっちゃったんですよ。100人いらっしゃったのが1人に、は
で他のうちの町の会社も100社ぐらいあったのが、うん、もう数社まで潰れてしまって、うん、僕の友達とかも急にいなくなったり引っ越したりするし、うん、元気がなくなるんですよ、うん、で給食も急になんかちょっとパンくれとか、はい、牛乳くれとかで、ね、なんでとかって、うん、まあ聞くわけじゃないですか、はい、子供なんか無邪気に、はい、そしたらなんかお父さんお母さんがとかなって、うん、何ちゅうかわいそうな話やと、うん、っていうのがもう肌で感じてたんで、うん、でなんでそうなるかっていうと結局そこの会社じゃなくったっていいわけですよ、はいはい、そこの会社だったら絶対使うと思うんで、うん、なんでいわゆる研究開発とか差別化かって一定的にできないとそうなるんだっていうのが、はい、小さい子が身に染みてあって、うん、だもう会社怖いから俺社長になるとかって一切思わなかったですね。怖さばかりを怖さばかり見てるわけですもん、はい、でもそれがまた変わっていくわけですね。そうなんですね、うんうん、そうなんです。なんでそういうのがあったんで、うん、やっぱ誰でもできるビジネスはダメだっていうのがずっとあったんですね、うん、ただまあ会社の体力とかタイミングがあったので、うんうんうん、ちょうど3年ぐらい前にそのタイミングだなっていう時があったんで、もう思い切ってシュートしようと、うんいう流れだったんですね、はい、なんとか事業も立ち上がって、うん、まあ、あの数年は会社潰れないさそうだなっていうタイミングになったんで、うんうん、はい、そのタイミングでっていう。ちなみにそのもともとはその社長にはならないみたいな思いから、うん、はいはい、どういうターンでこう、はい、ちょっとこう やるかっていうふうになったんでしょう、うん、ちょっと僕の場合特殊だと思うんですけどあのもともと宇宙の研究者になりたくて、うん、で JAXA に、うん、はい、入りたかったんですよ、うん、で大学院まで行って JAXA と共同研究してて、はい、このまま JAXA に就職したいなと思って落とされてしまったんですね。研究一緒にしてたのに。そうなんですよ、一緒にしてたのに裏切られたと思う。そんな気持ちになっちゃう。ただ筆記で落とされたんで、はい、まあ俺の頭が悪かったんだっていう。いやそんなことない。筆記で落とされましたからどうしようもないです。これ見る目がないっていうことでしょう。いや仕方ないです。でそれで落とされてしまったんで、うん、じゃあ僕野球でいうと中日ドラゴンズが好きなんで、はい、もう地元に帰ろうと、はい、で試合終わっあのごめんなさい試合じゃないですね、仕事終わって試合見に行こうっつって、うん、毎日行って、うん、地元に行ったんですけどやっぱ面白くなくて、はい、なんか面白くないなと思って、でじゃあやっぱ宇宙やりたいから国家認証を受けようってなって、はい、で国家認証の試験を受けようと思って勉強しだしたんですよ、うん、で通信教材を買って80万ぐらい80万、めちゃくちゃかかってうわってもう貯金なくなっちゃったんですけど、うん、でそれで、家に帰って11時でそこから3時間4時間勉強をして、うん、まあ3時4時寝るで6時の起き2時間ぐらい、うん、で半年から10ヶ月ぐらいそういう生活してたら、うん、ある時事故になりまして居眠り運転で、死にかけたんですよ。でも何も怪我とかなかったんですけど、ね、そうなんですね、はい、やめろってことかなと思って、でちょうど、はい、熱田神宮っていう、ありますよね、鳥越、はいはいはい、神社と共通点がありますね、はい、あそこはあの、ね、うん、はい、草薙の件が、はい、そうですね、草薙、あ、はい、そうですね、はい、そうでした、はい、でここもね、はい、ここも大和武尊ですね、大和武尊、ここも大和武尊ですから、ね、はい、なんでそこでそこの近くだったんでこれはもう大和武尊言われたんだろうって勝手に理解しまして、うんうん、じゃあもう会社もやめようと、じゃあもう自分がやりたい将来大きな会社にし宇宙事業やろうっていうふうにして、うん、じゃあ何かやろうってなって、はい、で何かやろうってなった時に研究者だったんで何もできないと、はい、じゃあ30個ぐらいビジネスモデル考えようって言って、はい、でもいろんなことがないし、ペット保険、今はペットにありますけど、当時2008年とかだったんで、はいはい、ペット保険とか、中古、ベンツとか、ああいうレクサスとかの中古車の販売とか、あとは中古の携帯とか、パン屋とか、なんかいろんな低レベルからいろんなことを考えて、その中で、市場がない、で、これから、伸びる、で、1位になるっていうので、中古の携帯ってのがやりましたね。長々とすみません。なんか原体験が知れて面白かったですね。面白いって言っちゃいけないのかもわかんないですけど。そうですね、はいはい。なんかその共通点のある明日神宮での事故っていうのが、ね、またすごく。僕も質問してみたいことあるんですけど、一ついいですか、はい、多分視聴されてる皆さんもお聞きしたいことだと思うんですけど、うん、さっきその新しいことをやるタイミングっておっしゃったと思うんですけど、はいはい、そのタイミングを決める上で大事にしていることとか、うん、何かあれば伺いたいなと思ってるんですけど、はい、知りたいです、はい、
僕もそれ迷いまして、はい、いわゆるそのほとんどの方ってやっぱちょっと傾いた時にやり始めると思うんですけど、うん、傾いた時だとやっぱ新規事業立ち上げって結構かかるじゃないですか、うん、2、3年、はい、なんで傾いてしまうと、うん、そっちに社長が力を入れないといけなくなり、うん、エースもそっちに使わないといけなくなるんで、はい、やっぱりその調子いい時だなと思っていて、うん、でももっとピークが先だけど今は調子いいからっていうタイミングが僕最適かなと思っていて、うん、はい、そのタイミングでできたかなって勝手に思ってます、うん、そこを見極めるって結構難しいですよね、うんうん、もう感覚ですね、はあはあ、市場がこれから伸びていく、中古スマホ市場が伸びていくっていうのが、まあ、市場規模で分かりますよね、うん、予測で、うん、その中でうちの市場も伸びていく、うん、でまたピークが先だなっていう、うんうんうん、はあ、普段からでもそういった情報をこう積極的に取りに行ってらっしゃったりとか、先ほどおっしゃってたようにいろんな人の話をやっぱり聞かれていらっしゃったりとか、はいはい、そういったところがやっぱ感覚を磨いてくれる部分がありそうですね、うん、そうですね、やっぱり情報命だと思うので、うん、っていうのと、あとその自分だけだと情報集めると無理なんで、うん、僕はやっぱあの黒木さんもさっきおっしゃってましたけど、うん、歴史が好きなので、うん、歴史上の人物で、うん、まあ、その同じ状況には僕たち当然なれないですけど、うん、どういう状況になった時にどういう情報を集めてどういう決断をしたのかっていうのが勉強になるなと思って、いや、なりますね。まあ、歴史好きは語りたくなる瞬間ですね。いや、今日は主役だ。なので、あれですけど、未来ってどうしても見えないので、うん、歴史ってこう起こったことなので、うん、っていうことでいくと、うん、なんか、答え合わせじゃないですけど、うん、こうなるんじゃないかってい う、 こう勇気をもらえたりするかもしれないですね。うん、そうなんですよ。はい、たくさんその過去に例がいっぱいあるので、うん、我々学ぶことはたくさんあるんですね、うん、そこからやっぱりね、はい、うん、そうなんですね、だからもう僕は歴史大好きですね、うん、まあ私も大好きなんですけどみんな大好きですそうなんですよ、だから大体でもその過去の話に学ぶと、うん、厳しい時代を皆さん生きてるじゃないですか、うん、今なんかも本当に便利で、うん、こんなに豊かで平和な時代はないんじゃないかってぐらいなんですけれども、うん、本当に過去はなかなかね、暮らすことも生きることも大変な時代にやっていらっしゃった、いろんなこう偉人の努力っていうのは学ぶもの以外ないぐらいな感じですね、いや本当ですよね、はい、本当にそう思います、はい、ちょっとこれ以上歴史の話が進みすぎる前に一旦ちょっとクイズタイムに入りましょうかね、そうですね、忘れないように、はいはい、大事な大事な、はい、視聴者の皆さんもお待たせいたしました、はい、ということで、今日この淡津社長からですねクイズをちょっと用意していただきましたんで、表示をお願いいたします、はい、はい、じゃあちょっと読んでいただいてもいいですか、はい、読んだ方ですね、はい、はい、僕たちが取り扱っているスマートフォンの、皆さんですね、スマートフォン使われていると思うんですけど、スマートフォンを使っているで機種変更したいと思うきっかけで一番多い理由は何でしょうかという質問ですね、はい、答えも3つ、はい、読んでですね、はい、丸1、調子が悪くなったから、はい、丸2、バッテリーが劣化したから、はい、丸3、そろそろだな、そろそろだなそろそろだな、そろそろだな、はい、はい、ありがとうございます、僕なんかそろそろかなって思っちゃうんですけどね、思いますよね、そろそろだなってねちょっと今日 の、 これまでのお話だけども、ちょちょいとヒントあったような内容なみたいな感じかなと思うんですけれどもで今日はね、こう正解された方、まあ、ちょっと1名様限定にはなるんですけれども、こう Android 中古タブレットのプレゼントがあるということで、ちょっとこのタブレットについても説明していただいてもいいですか。そうですね、はい、今大きいタブレットだと 10.5 とかインチなんですけど、ちょっと手で持つと重いので、うん、あとでかいので今回8インチにしました、はい、8インチだとギリギリ持てますし、うん、あとソファーとか寝転びながらとかもちょうど見れますんで、はいはい、ぜひ中古ですけどお使いいただければなと思います、はい、ぜひですね体感していただいていいなと思ってもらえるといいなと思います、はい、で、今回ねこのクイズ1、2、3どれかなということで、皆さん回答をツイッターのあこちらにありますね、はい、ここですはい、はい、そうですね、はい、この鳥越あずりの、はい、ツイッター公式アカウントの方に、リポをいただいても問題ありませんし、はい、また個々人でつながっているところに、情報答えを入れていただいても大丈夫でございます。で、まあ先着1名様になりますけれども、正解された方にこちらの Android 中古タブレット1台ですね、プレゼントしたいと思います。でちょっとこちらにも記載させていただいているんですけれども、こう正解の方にはですねちょっとお名前確認させていただいて、こう
これまでの、MC を務めておりました、高松が店長やっております居酒屋関係さんでお受け取りいただく予定になっておりますということで、皆さんぜひぜひこのスマホのね機種交換したいと思うきっかけなんだろうということで3択になっております。1調子が悪い、2バッテリー劣化、3はそろそろというところでどれかなと、皆さんどうぞ、回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、では一旦こちらでですね、JSBA、我流経営ラジオ版ということで厚井社長のホットなランチタイムをお届けしておりますが、こちらの JSBA ですね、日本中小企業スマートビジネス推進協会、お届けしております、どうぞよろしくお願いいたします。では CM に入らせていただきます。はい、はい、一般社団法人日本中小企業スマートビジネス推進協会についてご説明します。まず最初に概要です。当協会は2021年4月20日に代表理事の高松を中心に約30の企業や団体個人が集まり設立されました。事務所は国会や国立劇場が近い千代田区平川町にございます。協会の特徴です。当協会通称 JSBA には3つの特徴があります。1つ目は非営利で公益性の高い法人という点です。非営利ですので当協会は事業を行い、協会や役員が収益を得ることはありません。また公益性の高い団体として運営に関するあらゆる情報公開を積極的に行っています。2つ目は会員の企業団体の皆様にスマートなビジネスを推進している点です。このスマートビジネスというキーワードは聞き慣れない単語かもしれませんが、欧米では中小企業こそ大企業よりも小回りを利かせて新しい事業にチャレンジしたり、異業種と組んで新しいサービスを生み出すなどして大企業よりも利益率の高い事業ができるメリットがあると捉えています。 JSBA ではこれまでの経営に新しいアイデアとデジタル化で大企業に負けない生産性を実現するお手伝いをしています。3つ目は専門家による無料のサポートセンターをご提供している点です。日々の経営でお悩みの法務、経理、人事、事業承継はもちろんのこと、パソコンやシステム、デジタル化全般に関するご質問に経験豊富な専門家がお答えいたします。活動内容です。 JSBA の主な活動内容は次の4つです。1つ目は中小企業の経営やデジタル化に関する研究活動、2つ目は中小企業の生産性向上のための情報公開、3つ目は先ほどの特徴でもご紹介した経営や事業承継、デジタル化のサポート、4つ目は勉強会、講習会、交流会の運営です。 JSBA ではこれらの活動を通じて中小企業の経営を支援しています。研究会です。ここで JSBA の中心的な活動となる研究会をご紹介いたします。スマートビジネスデジタルトランスフォーメーション研究会、通称 SMBDX 研究会です。最近 DX という言葉を耳にする機会も多いと思いますが、中小企業の DX は大企業と異なり様々な課題があります。 JSBA では中小企業の現実的な経営を研究し、 DX の必要性や実現性、また収益に直結する具体的な方策を導き出します。実際に中小企業を経営されている役員の方や社員の方にもご参加いただき、
現場の率直なご意見や課題を聞くことによって多くの中小企業が取り組める実践的な研究成果を公開してまいります。お試しの傍聴だけでも研究会に参加できますので、お気軽にお声掛けください。最後にご入会のご案内になります。現在 JSBA では入会金年会費無料の一般会員を広く募集しています。一般会員にご登録いただくと IT コールセンターサポート、ホームなどの各種経営相談、 IT 勉強会、講習会への参加、研究資料の共有、懇親会の参加、取引先のご紹介などの特典がございます。中小企業の役員社員様であれば一部審査の上どなたでも入会可能となっていますので、ぜひご入会ください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。クイズの方ですね、どしどし、回答をいただいております、はい、ツイッターの方でもですねいただいているようですので、ちょっと意見をね、はい、紹介していただきたいと思います、はい、はい、今どしどし来ておりますが、かなさん、日常ハンドメイドさんから、丸2番のバッテリー劣化という答えいただいてます。どうですかね、はい、僕はそろそろだと思うんですけどね。ちょっとクイズまだまだちょっとね回答いただいているようなので、はい、ちょっともう少しこの発表は後に回しまして、はい、ちょっと別の話題を振りたいなと思うんですけれども、はいはい、アズ社長、この度、子どもの日に何か特別なイベントがあるということでちょっとお伺いしているんですけど、ちょっとそのことも教えていただけますか。はいはい、5月5日の子どもの日にですね、バンテリンドーム名古屋なんですけど、うん、中日ドラゴンズ対、読売ジャイアンツ戦で始球式をやることになりました。すごい。いや、これどうしてまたこちらの方で。僕は小学校の時からいくつか夢があったんですけど、その中の夢でプロ野球選手っていうのがあったんですけど、もう運動神経が良くなくて、でも絶対無理だと思って、でうちのおばあちゃんとかおじいちゃん、お前無理だからもうスポーツ諦めなさいって言われて、早めに言われます。小2さんぐらい言われて、少年野球そこから入るよみたいな。でも確かに周りのことを比べるとあかんなと思って、野球選手になれないなって思ったんで、もうそこで諦めたんですけど、やっぱ憧れがあったんですね、ずっと。なんで今小学校の置き忘れた夢を回収しに行く。置き忘れた夢、ちょっとかっこいいです。素敵ですね。なんか言ってみたいですね、我々も。いいですね。で、始球式。始球式ですね、はい。なんか今からこう準備とか、そうですね、1月から始球式用のトレーニングをしてまして、はい、毎日朝晩とシャドーピッチングをしてるんですけど、はい、意外とマウンドって遠いんですよね。 18.4 とか6とかそのぐらいですね。だから皆さんで言うと20分ぐらいですかね。はい、割と25メートルプールを考えると結構な距離ですよね。多いですよ。全然届かなそうだと思います、ね、そうですね。なんであと子供の日なので、はい、3万5000超満員になる可能性が非常に高いので、うん、そういうプレッシャーとも戦いながら勉強すると思いますけど、いやでもぜひね、はい、なかなかその夢が叶う機会に一つ、ね、楽しんでいただきつつ、はい、いらっしゃるお客様にも非常に大きな PR の場になりそうですね。そうですね、はい、ドラゴンズさんのホームページにも載ってらっしゃいますもんね、うんうんうん、そうですね、はい、もし中日ファンの方がいらっしゃれば名古屋ドームでお会いしましょう。おー、ぜひぜひです。かっこいいですね。行ってみたいですね。名古屋ドームでお会いしましょうと。あ、素晴らしいです。始球式の様子も本当に楽しみですね、はい、ちなみに何かこうサイトの方でも、会社のサイトの方とかでもなんかこうリリースされるんですか、そのやりますよみたいな。そうですね、はい、そのうち今日多分すると思います。あ、会社の方で、はい、はい、もうされてるかもしれないですけど、そこもチェックしていきたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい。
はい、それではですね、ちょっとクイズの方の答えもだいぶ集まってきたようですので、うん、そろそろ正解発表に参りたいなというふうに思います。はい、はいね、では何になるでしょうか。では、ちょっともう一度表示をしていただいて、はいはい、淡津社長から正解を教えていただきたいと思います。お願いします。はい、正解は2番バッテリー劣化でした。そっちだったんですね。そろそろじゃなかったですね。そろそろじゃなかったですね。はい、でもそうですよね。あの御社のビジネスでバッテリーの劣化っていうのをきちんと把握できるっていう、そうですね、そういうところもありますしね。そうですね。そろそろなくしたいですよね。そうですね。やっぱ感覚なので、うん、はい、ぜひ皆さんにアプリを入れていただいて、はい、うん、そうですね、バッテリー劣化を感じたら、はい、イズテックさんの、うん、もう叩いてほしいですね。そうですね。そうですね。はい、かなさん大正解ってことですか。あ、そうですね。かなさん大正解です。おめでとうございます。はい、今はもうたくさん来てますので、ね、抽選で、ね、はい、はい、やらせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それではちょっともうそろそろ時間もなくなってまいりましたが、うん、はい、ちょっとお話を引き続きお伺いしていきたいんですけれども、うん、私ずっと気になってしまってるのは、先ほどのあのアプリのね、はい、合同のそのサービスのね、はい、ちょっとお話聞いてもいいんでしょうか。はい、大丈夫ですか。はい、はい、皆さんですね、あの保証サービス入られてますか。あのキャリアショップの、あの500円とか1000円とか、うん、いや入ってないです。入ってないですか。うん、入ってます。入ってるかもしれないですね。はい、なんかいろいろ言われたのに、はいはいはいって言っちゃうタイプなので、入ってると思います。結構あの大体ですね、日本国内で4割か5割の方が入られてると言われてまして、はい、そのうちのまた7割8割が入ってることさ忘れちゃうという、はい、毎月あのお金表示されてると思うんですけど、でなぜそれが入るのかってなると、うん、その壊れた時に故障するした時に修理代金安くしたいとか、はいはい、あとそもそも次買う端末安くしたいっていうことですよね。うん、あのちゃんと考えると面白いですね。はい、はい、なんで、今回新たにその発表するサービスは、うん、端末を登録するだけで安く買える、いつでもどこでも安く買えるアプリに、はい、さっきのスマホカルテの機能をドッキングして、うん、リリースしようというふうに思ってます。あ、うん、わー、これは楽しみです。まだダウンロードはできないんですけど、はい、はいはい、そう、なんかあれですね、こう中古の市場がこう盛り上がってくると、うん、あの今ってどうしても新品っていう、こう、うん、イメージが僕も含めてですけど、はい、多いですけど、はい、多いと思います。はい、そこが変わると結果的に我々消費者にとってもこう、うん、料金的なところだったりとかってメリットがありそうですね。うんうん、そうですね。ちょうど2019年のですね、うん、10月に法改正がされまして、はいはい、その結果あの端末と回線が今までセットでご購入いただけたのが、はい、分離しちゃって端末と回線が別々に支払うことになったんですね。うん、その関係で、それまでは最新の iPhone が実質0円で購入できてたのが分離されたので15万円10万円と値段ついたと。で結果的に値段高騰したのでちょっと高すぎるっていうので中古という選択肢が増えてきたという感じですかね。うんうんうん、はい、あと SDGs みたいな感じもありますかね。うん、そうですね。っていうところで、はい、いや、そうです。何でもかんでも新品は絶対ないです、うんうん、そうですね。はい、あとはあのカーボンニュートラルのところにつながりますかね。はい、はい、おっしゃった通りの SDGs ですね。うん、そうですね。そうですね。いや、私もつい新品を考えていたので、うん、そうそうそう、なんかここからは中古でね、うん、そうですね。はい、でよく考えたらですね、はい、僕あの起業するきっかけが宇宙のビジネスやりたいっていうのにつながったと思うんですけど、そこで宇宙の時代になった時、皆さんイメージしていただきたいんですけど、もう簡単に物は作れないし、うん、あるもの壊れたあるものを修理してとか、うん、あるものから部品もらってとかってやらないといけない、うん、限られた資源の中で生活しないといけなくなりますね。うん、それって中古だし修理だし、うん、でそこからさっきのあの小松さんみたいな、うん、壊れた部品をまた修理して部品だけ交換するっていう発想になってくるんで、うん、ここで繋がったんですよ。つながりますね。つながりましたね。はい、繋がったんですよ。中ビジネスにも行くってことですか。行きたいなっていう将来的にですね、やってることは延長上だったんだっていうのにようやく気づきました。はい、今だと全く接点がなかったんで素晴らしい、はい、
つながりましたね。面白いですよね。なんかその、うん、初めからこうつないでいこうつないでいこうとすると、うん、狭まっていたかもしれないじゃないですか、うん、そうなんです。でもそこがこう狭まってなかったからこそ、うん、ちょっと広いところでこうつながるっていう、うん、そうですね、なんかもう毛糸をちょっとずつほぐしてた、繋がってた一本だったみたいなね、あそんな感じの感覚ですかね。話がものすごい綺麗ですね。いや本当に綺麗もう学びたい、いや本当学びたいことたくさんあるんですけれども、ね、お時間もだんだん少なくなってきたんですが、うん、でもやっぱりどうしても聞きたいなと思うのは、うん、こうやって市場開拓に対して本当にこう、青年されてて、はい、かつその実際実績を今作り始めていらっしゃってて、うん、もうこれだけのことをされてる中で、うん、本当にいろんなご苦労もあったと思うんですけど、はい、こうどういうマインドがこう、はい、まず社長をこう支えてるというか、はい、普段から意識されてることなんでしょうか。僕しかできないっていうことですかね。あやっぱりお前がやらなきゃ誰がやるっていう、これはあのドラゴンズの応援歌でもあるんです、はい、チャンステーマで、あの、はい、ホームランとかあのヒット打ってほしい時に流れるんですけど、バッターボックスに立って、うん、お前が打たなきゃ誰が打つんだよっていう応援歌があって、うん、僕大好きなんですけど、はい、もうそういう心境ですね。お前がやんなかったら業界とか日本誰がやんだっていう、うん、お前頑張れよっていう心境でずっとやってるんで、だからサボれないですね。あ素晴らしい、うん、常にバッターボックスに常にバッターボックスに立ってる、だからお前が打たないと点取れないんだっていう感覚ですよね、はい、ご社員の皆さんにもそういう話をされるんですか。常にしますね。そういうこう自分を奮い立たせるというか、自分を肯定してあげるって大事かもしれないですね。はい、そうです。でも嫌なとこ、はい、自分の嫌なとこいっぱいあるんですけど、もうそこは見ない。いいとこだけ見る。社員に対してもいいとこだけ見る。それ大事ですね。そういいとこを見てあげるのも本当にね、大切ですよね。それでこうバッターボックスに立った時にその人がちゃんとこう打てるようになっていくっていうことにつながっていくんですね。はい、バントができない、はい、あのバッターを代打で、はい、バント送ってほしいのに代打出すのおかしいですよね、うん、おかしいですね。上司の責任なんですよ。確かに、はい、確かに足が遅いのにピンチランナーで出すのは上司の責任なんですよ、はいはい、足が速いシチュエーションで出す人は足が速いと出さないといけないんで、うん、って思ってますね。適材適所。耳が痛いです。僕もできないです。耳を塞ぎたくなってまいりましたけど。でもこうやって常に考えていらっしゃること、うん、ことがその社長がその社長自身もバッターボックスに立っている感覚でいらっしゃるっていうことなんだろうなっていうのをすごく思いますね。でもこれはすごく勇気のある言葉でもあって、うん、つまりそのまだまだその会社の中での課題だとか、うん、そのちょっとうまくいってない部分っていうのは常にこう解決する要素っていうのがある。それは適材適所で ね変える課題かもしれないですし、そうですね、やれることがある、打つ手あるなっていう感じがしますね。そうですね、うん、はい、これもあの僕があの勉強させてもらってる、あの、はい、江口勝彦先生がすごいいい言葉をいただいたんですけど、あの課題がなくなったらもう終わりだって言われて、課題があるから事業が伸びるんでしょ、課題があるから成長できるんでしょって言われたんで、課題をなくそうなくそうと思ったんです。 なくならないっていうところにストレスじゃないですか、経営者の人って。なくならないっていうところにストレスじゃなくて、あることに ありがたみを感じるというか、でこれを解決したらさらに上に行けんだぞっていう楽しさというか、ワクワク感というか、そういうのをなんか持てればいいんだなっていうのをなんか思いましたね。課題に感謝して、課題に感謝して、乗り越える楽しみを持てと、はい、もう素晴らしいですよ。はい、じゃあもう本当にだんだん名残惜しい感じの時間になってまいりましたが、ね、もう本当に最後の時間になりますので、最後の社長からアピールタイムということで、ね、はい、視聴者の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、ありました。5月5日ドラゴンズジャイアンツ戦、いろんなところで見ると思いますので、ぜひ僕が頑張っている姿をイメージしていただいたというのと、あとその頃にはトリスマっていう検索していただければアップストアとか Google Play でダウンロードできると思いますので、ぜひご利用いただければと思います。はい、トリスマですね。はい、はい、私絶対やります。そうですね、僕もこの後すぐに、はい、リダウンロード獲得です。会社でも広めていきたいなと思います。はい、じゃあ今日はですね、株式会社ニューズドテック社長にお越しいただきました。本当に素晴らしいお話と学びがたくさんで、視聴者の皆さんにも元気が行き渡ったんではないかなという思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、で、来月ですね、また5月12日、JSBA のこの
ガリュー系ラジオ版、ホットな社長の、あれ違いますね、ホットな社長の、あれ熱い社長のホットな、ホットなランチタイムですね。はい、はい、またあの来月もございますので、皆さんどうぞ来月お会いいたしましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。